全選手9人が出場し、入場順は入場曲にて発表させていただきます。セカンドドアコアチョコランブル時間無制限一本勝負を行います。だって1分ずつだからね。そうですね、1分ずつだから1分間はいないよ。元気ですよ。あれ いや報告じゃねえか。一方的にはお知らせですよね。なんだよ、靴下だろお前それ。靴下、おい靴下だろ。うるせえなおい。対戦相手がいないってどういうことだってめえ。だから1分ずつだからだよ。私はね、スガモプロレスという団体の会長のクラッシャーイノバだよ。あだよ、いちいちね。まあ1分間あるということでね、少しお話をさせていただきますね。戦えよ。分かった、じゃあ今日はしょうがない、特別にね詩を読ませていただきたいと思います。待ってろよ。道クラッシャーイノバ、この道を行けばうちに着く。ありがとうございます。ああ、まさにローマンチが次の選手入場まで続くと言わんばかりに。3、どういうことだよ。2、よし、来い来い、誰でもいいよ。いつ何時誰の挑戦でも止めてくる。今度この音は菅野プロレスから変わり、西口とは5時から男のメガニク。さあ今日も丸の内手戻りついて直行ラッキーかかるとすいません。今日プロレスの試合がありますと、さあ言ってきた今日も。さあクラッシャーイノバ選手なんですけど、75戦して75敗なんですよ。弱いね。まだ勝ったことがないので。弱いね。代表なんでしょう。でもさあこれはコブドメガネ、今度スクールボーイ。さあイノバがこれは手玉に取られている。首にモーラステープ貼ってるからね。さあそしてこれは微妙に首を決めてますね。おっと、これは苦しい。危ない、危ない、危ない。もう決めようとおっと、これは大丈夫、下から、下からですね。あのトップローからトップローですね。そうだから、すごくかっこ悪いですよ。うん、次の選手入場まで3、さあ2、1。まだやられたみたいな。3人目も3人目は西口ドアからライト。さあパリピ式ですね。さあおっと、まず6連打、さあそしてお、これダメよ。さあこれは K です、K キックです。 K になってるんですね、ちゃんと。さあこれは効いたか。さあ三角キック、さあ三角キック、 K キック、 KKK。 思ったよりまともだね。さあそしてよ、おおいおいおい、大技だ。さあちょっとメガネ君様子ですよ。ダメだよ。さあおっと、おっと、これはネクタイ、エブイエブイエブイ、
リを取り込んだ。そう、はい、おっ、おっ、グロッキーだよ。さあ、そして後頭部を踏みつけた。はあはあはあ、人間の尊厳もあったもんじゃない。ワン、ツー、おお、できた、できた、おー、来たね、来たね、あいつ。さあ、来たねえなあ。さあ、井戸が逃げる。今、頭をかかとで切りましたよ、今。次の選手入場なので、3、2、1。そして、これはたまらず、いやいや、どうぞ。
の正体わかりますか？ポンチョコマークスク、脱落、うん、脱落地獄化の人だよね。ほんとこれはこれは膝を、これはテーピングを巻いてます。次の選手入場まで3、2、1。クルー
ポーズ世代だ。悔しくないのかお前たち。さあこれはピンチですよ。さあどういう状態でしょうか。これはこれもったい、これ見立てどーっとおーっと出た、古代この見立て打ち返し。さあこれは次の選手入場まで3、2、1。バカボンドさばきを見ろ。
これレスラーは相撲レスラーはこれそうですマーシュを取られるとこれもろ出しで反則負けですですよねもろ出しで反則負けあ危ないですおいおいおいなるほど。ミクシーしかやってないんだ。古いですね。まだあったんですね。おっと。仲間割れ。おっと。これはまさに三拍子の諸葛亮孔明の計略のようですね。さあ。おっとほら、あどっちがどっちが有利なのか。さあすごくいい試合だ。おっとこれは右側にチャンスしたなんかなかったですね。さあそしてスーツケースを持ってこれは危ない。さあ行ってみたいと思いませんか。バロン・ケイン脱落。さあこれは旬の隙をついた。まさかまさか優勝候補のバロン兄弟が落ちてしまった。次の選手入場まで3、2、1。ちょっと待ってください。この曲まさかこの曲。いやいやまさかまさか。静かにと静かに寝てるんでね。ワンツー